そろそろさ、センターとついでにリーダーの決め方話し合っておかない？決め方？こうして一緒に暮らしていれば、あなたたちは自然と私を敬うようになってセンターの座を献上してくれと踏んでるんだけど。ねえよ、あなたを敬うとか死んでもありえないから安心して今はそう思っていたらいいわ。妄言はさておき、どうする？投票するってのは月末までに決めないと。だから15日くらいにさ、センターとリーダーにふさわしいのが誰か、自分以外の名前を書いて出すの。決まらない組み合わせだったら？決まるまで毎日再投票。20日までに決まらなかったらじゃんけんとかで無理やりにでも決めるとか。どうせ私になるだろうからそれでいいよ。私もいいわ。じゃんけんでも私が勝つし。話は終わりね。さあ今日も全力で寝るわよ。何その変な言い回し。生活の全ては練習のうちだから、何事も全力でやるってこと。何でもいいけど今日は咲が真ん中に寝てよ。え、なんで？ちまりの隣で寝たくねえんだよ。お姉ちゃんの隣がいいから。なにそれいいけど。ショロ、じゃあおやすみ。寝つき早っ。これが全力の睡眠。あ、そうだ、てまり、これ渡しとく。え、私の湯たんぽどうして？代わりに取ってきてやったから。余計なことしないで。はいはい、ごめんごめん。でもね、寝不足になられても迷惑なんだわ。一連卓勝なんだろ。ありがとう。どういたしまして。何か言っていた？元ルームメイトの子？いや、特には。あ、でもめちゃくちゃ感じ悪かった。そう。あなた、マリちゃんの何なんですか？何ってユニットメンバーで同室？なんか地雷踏んだっぽいんだよね。あいつなんで怒ってたんだろう。あの子が何を考えているかなんて私にはわからない。分かってたらユニット解散なんてしてない。ああ、そう。おやすみ。うん、おやすみ。よーし、手まりとは離れられたし、咲はぐっすり熟睡してるし、あー、ようやく今夜はゆっくり眠れそう。嘘でしょ？咲が隣に寝てるだけなのに。夏みたいに暑いんですけど。暖房器具かよこいつ。病気じゃないだろうな。寝相悪いしさ、こっちじゃなくて冷え性なやつの方行けよ。ったく、どいつもこいつも。実家のチビどもの方がよっぽど世話かかんねえな。